皆さん、おはようございます。単品ナッチャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。金曜日はですね、フライデーファビュラスという YouTube のね、製品のことを詳しくご紹介したものをお送りしていることが多いんですけれども、今回のというか、今週はですね、YouTube ではなくって、そのまま生の編集したものではなくて、生のライブショップ、ライブワークショップでですね、こちらのグレイスフルグラス、スイートをね、ご紹介したいと思います。おはようございます。こちらですね、通年カタログの、もうボロボロになっている通年カタログですけど、私の場合、88ページ89ページに掲載されているんですね。で、このグレイスフルグラスっていうのは、もうパッとこれを見ていただくとお分かりのように、もうこのスタンプセットからも分かりますよね。ステンドグラスがもうモチーフになっているんですけれども、今日の、なんて言うんでしょう、フライデーファビュラスでは、通常ですね、スタンプセットとか台を中心にご紹介していくんですが、今回はですね、ちょっとこの、スイートの中の、このベラムシートですね、もう結構使い込んでるので、こんな感じになってますけれども、このベラムシートについてちょっとね、中心的にご紹介していきたいと思います。特にですね、このベルムですね。これをですね、ブレンズで着色して使っていくっていうのがとっても素敵な使い方なんですが、なぜこの時期にいきなりして、いきなりってこともないですけれどもね、ペインテッドグラスをこの時期に取り上げたかというと、おはようございます。実はですね、ちょっとこれで遊んでおりましたら、このちょっとこのブラックのですね、ちょっとした盛り上がり、ヒートエンボスしてるような感じのブロ、盛り上がりの雰囲気が、なんだかね、ブラックフォイルシート、これ9月5日からの、ホリデーカタログからデビューするんですけれども、ブラックフォイルシートと感覚が似てるな。そこから、ちょっとハロウィーンの作品に使ったら面白いんじゃないのこれ。だって、ちょっとゴシック系だし、このステンドグラスっていうのも、ステンドグラスということは、クリスマスカードにも向いてるんじゃないのと、どん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 発想がですね、移動しまして、よし、これ。これからのホリデー、ハロウィーンのプロジェクトに有効活用していただけると思いですね。はい、今回ペインティッドグラスを取り上げることにしました。まずはですね、この動画を見て初めてこのペインティッドグラスというものをね、お知りになる方のために、簡単にスイートの構成をご説明したいと思います。まず、こちらスタンプセットですね、これクリングラバーマウントといって、はい、かなりくっついてますよね。ここにですね、非常にくっつく粘着質のね、イメージスティッカーが貼ってあります。こちらはですね、お手元に届いてから、はい、こちらに組み立てというかね、ステッカーの作り方がちゃんとケースに入っていますので大丈夫ですよ。で、もうフォントっていうのは、この文字のことなんですけれども、カリグラフィーやられる方はすぐピンとくるきますよね。これゴスティックフォントですよね。すっごい素敵です。ちょっとそう、なんでしょう、これ見てるとなんか教会のステンドグラス、ミサ曲とか、なんかバーッとイメージが湧いてきちゃうウェラードなんですよ。そこからクリスマスっていう風にね、いきなり考えたんですね。で、プラス業界のゴシックって言うと、なんとなくヴァンパイアって思って、ヴァンパイアイコール、あ、ハロウィーンってどんどんね、発想が進んだわけなんですよ。はい、次はですね、台です。もちろんコーディネートした台ありますよ。で、この台の特徴として、スタンプのイメージ自体をそのままそっくりカットできるのは、はい、こちらのですね、
バラの、あ、これ逆にしないとはまらないですよね。このイメージの、箱のイメージを使っていると、サイズもね、ちょっと違うので、ちゃんとやっぱり、すいません、あの本物のスタンプでいきます。こんな風に、はい、こちらね、バラでしょう。それから鳥さん、小鳥ちゃん、これもカットできます。そしてはい、蝶々、これもカットできます。で、実は、台でセットになっている、コーディネートしている台で、カットできるのはこの3つなんですが、こちらの方のサークルはですね、実は2インチのサークルパンチでパチンとあのパンチアウトするとちょうどいいサイズにはなってるんですね。で、それ以外の台がもうね、すごいんですよ。見てください、これ。繊細なレース模様みたいな感じになっちゃうと。ほら。ね、四角とか。なので、これまあ、カタログの見本にもね、ありますけれども、こんな風にレースみたいに使っていただいたりとか、こんな風にね、ちょっとドーム型っていうんでしょう。これちょっとあの鳥かごっぽい感じもしますよね。そんな形で使っていただいたり、この、四角の部分はですね、これすごい可愛いミニカードですよね。こんな風に、カードストック、バックグラウンドと同じカードストックでこちらを抜いて、なのでこれサイズ的には、はい、こんな感じということですね。ということは、これ今台が、これちゃんと画面に入ってるかな、 3.5 センチ弱になっています。もっとインチでいくとすっきりすると思うんですけども、4インチ四方ぐらいのこれですね、ミニカードにちょうどいいような大きい、ちょうどいいサイズというか、いう感じになっています。で、例えばなんですが、こちら後でブログでご紹介しますが、これがね、先ほどちらっと言いました、9月5日の、ホリデーカタログからデビューする、ブラックフォイルシートなんですが、はい、こちらの半円形で、大カットしたんですね。それをですね、2枚大カットして、こんな風に、まるでちょっと楕円形っぽいみたいに見えるんですけれども、ここ繋がってないんですね。こういう風になってるんです。こんな使い方して、もっとくっつけていくとドイリーみたいになりますよね。プラス、次。もう一個の例としては、はい、これです。これをですね、ちょっとコーナー的に使ってみました。これもブラックフォイルなので、光沢がありますね。で、これ見てたらなんとなく、おしゃれ系な蜘蛛の巣っていう風にも見えてきてですね、もうますますこれ、ハロウィンに使えるって、もうどん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 ね、想像が膨らんじゃったわけなんですよ。なので、ハロウィンのね、バックグラウンドペーパーなんかと、このサンキューっていう文字とか、あとこの、Have a beautiful birthday って、バースデーの、お誕生日のセンチメントも入ってますよね。なので10月とかのお誕生日の方にちょっとハロウィンチックなバックグラウンドで、このハブあのゴシック系のフォントでね、バースデーカードを作るとちょっとシーズンもいいし、雰囲気もおどろしいって変ですけれども、荘厳でちょっと何でしょう、スプーキーな感じがちょうどいいんじゃないかなって思っちゃうんですよ。なので本当にいきなりこの時期に注目し始めたウェラードでございます。ということでですね、台もとっても繊細で素敵なんですが、アクセサリー、はい、ブラックコードですね。これね、前にあのリボンの、収納法でご説明したんですけど、私ね、こんな風にあのビニール袋に入れて穴開けてヒュルヒュルヒュルってこうやって取ってるんですよ。そうするとね、結構使いやすいんですよね。このブラックコードも、もうすでにこちらはブログでご紹介したカードなんですが、こんな風にヒュ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 ってピカブーカードになってますけど、ここで使いました。さらに台もここで使ってますね。とっても細いですよね。で、これブラックのカードストックにチェリーコブラのこの台を抜いたものをね、重ねております。この作品自体はもうこのスタンプセットと台を駆使して、そしてね、ブレンズで着色してっていうもので作りました。ありがとうございます。
そして他にはですね、はい、こちら、ファセットボタン、カタカナちょっと読めないですね、すぐにね。ティンテッドファセットボタンということで、3色になっています。サイズがですね、2種類あるんですが、それぞれ、はい、こんな感じで、サイズ、2サイズで、3色ずつという形です。で、これ、とっても軽いんですね、プラスチックでね。なので、こんな風にね、カードの上にひょひょひょって、つけても、まあ、傘はかさばるんですけれども、重さ的には全く影響がないというか、乗ってるんだか乗ってないんだかわからないぐらい軽くて素敵です。こちら、グルードットで、こんな風にですね、リボンを、これベーカーズトワインなんですが、これを結んでから一番後ろの方にですね、一番後ろというか底の方にですね、グルードットをつけてポンと貼っちゃいました。同じくこれもそういう形を使っています。で、あとはこのスイートのためにってことではないんですが、通年カタログで、今回の通年カタログでカードの、カラーが増えたのが、こちらラブリーリップスティックのブレンズ濃淡ということなんですね。で、これなんでブレンズがここで、まあ、組み合わせというかね、一つのスイートとして、このグレイスフルグラスに入っているかというと、これなんです。今からお話しする、今回の、スタンプではなく、なぜかアクセサリーがメインのフライデーファビュラス。このですね、ベラムを、着色するにはブレンズなんですよ。水性マーカーだとね、乾かないんですよね。で、ピッて触るとこういうふうに滲んじゃうんですよね。でもブレンズはですね、ちゃんとね、色が定着します。ということで、このベルーム、まあ、着色するときのコツ、そしてこういったカードに実際貼っていくときのコツというのをね、これからご紹介したいと思います。まずですね、これすでにもう着色してあるんですが、こちらもちょっとあらかじめ着色しておきました。これ見た感じ違うの分かりますか？こういうふうに、グリッドペーパーの上でもちゃんと分かるかな？画面上で。分かりますかね？皆さん。まあ、大体分かりますよね？違いね。こっちがすごく濃いですよね。で、こっち薄系ですよね。両方とも同じこのラブリーリップスティックで着色しました。実は一方はですね、この表面にね、この一応ベルム、表裏があります。触って立体感がある、ちょっと盛り上がり。これはさすがにカメラでは映らないか？盛り上がりのある方が表で、ない方がまあ裏ということなんですが、このくっきりはっきりの方は実は表から着色してるんですね。で、一応着色もちょっとねやってみますね。で、これ通常のペーパーと違い、ウィスパーホワイトで着色するよりもムラが出ます。ブレンド感は少ないです。ただ、例えばこんな模様だったら、こんな風に一方方向に、筆をですね、筆先をね、滑らせていただけば、それほどムラは感じず。これはですね、この部分は一方方向ではなく、もうあっちにもこっちにもってやっちゃったのは、ちゃんと筆跡がついてるんですね。で、これはもうブレンドするというよりは単純に着色を楽しむということなので、ブレンドするのがね、まだちょっと苦手なんですっていう方は、もう単純に塗っていただけばいいので、とっても簡単ですよ。で、これ濃い方、薄い方で塗ってみました。これがですね、上から塗ったタイプ。こちらは実はひっくり返して裏から、はい、着色したタイプなんですね。そうすると、もちろん出来上がりの色の濃さが変わってきます。ちょっとウィスパーホワイトの上に乗っけて、
比べてみましょうか。はい、こんな感じです。もうこれで一目瞭然ですよね。こちらのがはっきりします。こちらのがもやっとしています。で、じゃあこれどっちがいいのかっていうことなんですが、実は用途によって選んでいただくといいかなということなんですね。と言いますのは、はい、こちらのカードの例でいきますが、これは、これと同じように、ベルムシートの表に着色した方なんですね。で、さらに表に着色したものを、ウィスパーホワイトで、こんな風にバッキングしました。ね、こんな風に、裏に貼って。これ裏に貼ると途端に色がさらにね、こういう風になってるよりもビビッドになりますよね。ですが、ちょっとフレムラが目立つぞっていう感じしませんか？こっち裏から塗った方だと、実は裏を見ると多少ね、まだムラは見えるんですけども、ひっくり返すとですね、それがほとんどわからないんですよね。すごくスムーズ。こちら実は、表に乗った状態のものをもうウィスパーホワイトの方に貼っちゃって、まあそのままカードにしちゃったんですけれども、それはそれでね、ステンドグラスっていうのは全部やっぱり、真っ平らではなく、実際のステンドグラスっていうのも、凹凸があったりするので、確かにちょっとムラっぽく見えたりはするんですね。なので、ちょっと現実味があっていいわ、っていう感じであれば、もうこちらが絶対おすすめだと思いますし、はい、こちらは全く同じ着色をしてるんですけれども、裏から塗った方です。はい、色は確かに薄くなりますよ。もうこの濃いめのラブリーリップスティックを見ていただいても分かるように、いきなり薄くなるんですね、色はね。ですがムラは目立ちません。ということで、まあ、ムラが目立たないようにしたいんであれば、裏から、着色していただき、さらに、後ろにですね、こんな風に白いウィスパーホワイトなんかを、貼って使う場合は、多少色が薄くなることはあるけれども、スムース性を追求するんであれば、裏から塗った方がいいな。っていうのが、まあ私の結論です。では表から塗ってた方がいいなって思ったのは、実はこちらの例なんですね。これラブリーリップスティック、多分ね、画面上だとね、ラブリーリップスティックってすごく色が変わって見えるんですよ。これ赤系に多分画面上で見えると思うんですけれども、かなりね、ピンク系なんですよ。ピンク大好き。ほら見てください。今日もピンクの長袖 T シャツに、おまけにまたピンクのメロンマンボウ的なセーターを上に着ているウェラードでございます。ピンク大好きなんですね。なのでとっても好きな色なんですけれども、ほらちょっとこんな感じ。色違うって感じで。で、こんな風にね、カードストック、カラーカードストックの方にくっつけたのがこちらの例です。その場合はですね、実はこれ表から塗っちゃった方をマウントしています。じゃあ裏でご紹介しましょうか。はい、表から塗っちゃった方はやっぱりカラーがね、ビビッドなんですよね。だから同じ色のカードストックの上にマウントする場合は、表から塗る方が絶対目立ちますよ。裏なんかほら見て、なんかこれ同じ色なんだろうかって思うぐらい全然色違いますよね。なのでカラーカードストックの上にマウントするんであれば、私の好みは表から塗っちゃった方がはっきり色が出るなという結論でございます。カタログの見本でいきますと、こちらですね。はい、これはですね、おそらくこんなにはっきりね、コールミークローバーがね、ついてますね。ということは、で、コールミークローバーのカードベースに、さらにコールミークローバーのブレンズで着色したベルも載せてますので、こういう風にしたい場合、皆さん、表に、ベルムの表に着色して貼ると、
こういうことになります。なので裏に着色したものを同じカードに貼っても、あれカタログみたいに色がはっきり出ないっていうふうに思われると思うんですね。なのでね、そのあたりもね、ちょっと工夫していただくといいと思いますよ。で、こちらはですね、この色のはっきりさ加減からすると、これ裏にウィスパーホワイトをマッティングしていますが、こちらの、入ってるかな画面に。あ、こんな感じか。こちらの例はですね、ちょっと筆ムラも見えるところから、おまけにカラーが、リップスティックのカラーが非常にビビッドに出ているところから、こちらはですね、表に、こちらもですね、表に着色した上で白のバッキングの上に貼っているということがね、想像できますよ。例えば、これなんか、ね、これ裏から塗って、で裏にバッキングしてるんですけれども、実際裏から塗ってる場合でもウィスパーホワイトの上にするとかなり色はね、はっきり出てくることは出てきます。なので、まあ、バッキングする場合はね、下から裏から塗った方が筆ムラが見れなくていいんじゃないかなと思うんですよ。はい、まあ、これがですね、ちょっと色塗りに関するコツということでした。次に、今せっかくご紹介したのでこれをお見せしますけれども、これ裏に全部全面的にウィスパーホワイトが貼ってあるんですね。皆さんベルムをですね、接着するとき、まあ、使ったことがある方ならわかると思いますけれども、ベルムを接着するのって結構難しくないですか？何が難しいか、接着の跡が見えちゃう。なんでしょう。薄いんで。例えば、グルーなんかをちょちょちょっとつけるとね、そのグルーの跡がね、こうやって貼った時に見えちゃうんですね。透けて。で、カラーがついてても結構見えちゃいます。で、要は全体的に無駄なくグルーをね、つけていることが必須になるんですが、そのために、いつも私が愛用しているこちらの、リキッドグルー、これをですね、まあ、チューッと出してヘラとかなんかでバーって伸ばしてっていうこともね、あ、こっちね、ベルムにね、パーッと伸ばしてっていうこともできるんですが、実はですね、ベルムね、濡れるとね、カールするんですよ、こんな風に。で、こちらに塗ったらね、ヒュ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 ってちょっとカールして、まあ、貼れば、まあ、すぐにはなるんですけれども、あとは手にいろいろついちゃって、本当に、汚くなったんですね。いろいろね。で、もう、やりにくいなぁと思ってたんですが、皆さん、ありますよ。完璧なものが。これでございます。ベルムを使われる方、絶対これ必須アイテム、マルチパーパスアドヒーシブシート、もうこれこそこのためにありますという感じです。もちろんですね、こう細い台をね、いちいちグルーをするより、するのは大変なので、文字台なんかね、あとちっちゃい細かいものなんかね、お花なんかの大カットしたものを貼るときに、あらかじめね、カードストックにこれを貼っておいて、それから大カットすると全部がシールになってやりやすいっていうのがあったんですけれども、正直私の感想から言うと、ちっちゃい形になってるものだとね、あまりっていうんですが、ですか、カットしなかったあまりにもこれがついてると、なんかもったいない気がしちゃって使えなかったんですよ。なので逆に細いね、こういうのなんかは実はこれでちょん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 ってやってた方が早いななんて思ってたんですけども、はい、ベルムを貼るときは見てください。これ全くどこにも接着ムラが見えず、こちらもそうですよね。接着ムラ全くなしで貼れてますよね。なぜかというと、はい、前面にですね、こちらのアドヒーシブシートを貼って、
貼ったからなんですね。なのでちょっとね、ちなみにこれをまだ初めて見た方のためにやっときますけれども、このサイズ、6インチ ×12 インチのサイズでですね、1パックなんと12枚も入ってます。計算したら1枚あたり119円ぐらいだったので、かなり安いと思うんですね、アドヒーシブシートって考えると。で、12枚も入ってましたから、私はもうこれ結構使ってるんですけど、まだやっと半分ぐらいかなって感じです。で、これをですね、はい、ピールヒアって書いてありますので、両面、要は両面ビッグシートなんですね。これちょっとだけコーヒーにペロペロペロってやっていただいて、じゃあこっちを貼ってみようかな。ここにも実はね、バッキングシート入ってるんですよ。なので、ちょっとだけこんな風にめくって、で、特にこのベルムって、要は基本、長方形とか正方形とか四角形、まあ、要するに直線ラインですよね。これもまあ、後でここをカットすれば円になりますけど、基本こういう風に最初のパターンは、直線アウトラインっていう感じになっています。なので、無駄がね、このアドヒーシブシート自体も、無駄ができにくいと思うんですよ。今ちょっと手元に、あれ、ハサミが、ハサミ噴出、あ、あったあった。ハサミ出てきた。はい。なので、こんな風に片面だけします。で、これはですね、おすすめはちょっと、もともとのね、ベルム自体を実際に使用するサイズよりも、ちょっと大きめにカットしておいて、で、はい、もうこれ貼れちゃったんですよね、これでね。で、ここ今もう一個のバッキングシートを取ると、はい、ここも粘着、つまりここもちょっと余分なやつ取っとかないといけないですね。全部ですね、裏粘着で、これ全体ねスティッカーになってるんですよ今ですか。で、これをまたちょっとだけこういう風に剥がして、で、これ今実際のサイズよりもちっちゃいので、こっち足りなく余っちゃうんですけれども、こんな感じですね。はい、こんな風に貼っていただくと、もう、ね、すっきり、すごく綺麗に貼れちゃうんですよね。で、貼っちゃってから、あとは、もう貼ってたらもう、ネチネチ部分っていうのは表面に出てきませんので、この状態でサイズに、トリマーでヒュッとカットしていただけばいいんですよ。で、もう一個やってみますね。で、これをやる時のコツとして、これはまあお好みですけれども、私これ後でちょっとカットしたいんですよね。なので、ウィスパーホワイトにマウントしていくんですが、今は私こちらの、ベルム自体に接着シートつけましたよね。でもね、やりやすいなと思ったのは、実際に後ろに貼っていくも、もちろんこんな形でカードベースに貼っちゃう場合はこの方法を試してください。でもそうではなくって、最終的にこうやってパネルにする場合ですね、こういう場合は今からご紹介する方法の方がちょっとカットする時とかに楽だなと思ったんですね。まず実際にマウントしたい、ウィスパーホワイトの、まあ、これ今もうカットはしてますけれども、やや大きめにウィスパーホワイトをカットしておいて、それを、はい、ここ今みたいにね、アドヒーシブシートに貼っていきます。もう貼りました。こっち側が、はい、取ると、はい、ここがもうネチネチ粘着質なんですよ。で、こちらの方にベルムを合わせて、合わせる時もちょっとだけチラッとバッキングシート取っておくんですね。で、こちらバッキングシート取ってません。その取ってない方にこういう風に合わせて、まっすぐになってるなと思ったら、ちょっとだけ出ているところに貼ります。なので基本的にここしか今貼れてません。なのでね、最初にここから貼っちゃうと、後ろに貼る用紙とずれてたりするともう直せないですよね。だからバッキングシートをちょろっとだけ剥がして、ここで合わせていただいた状態で OK、 まっすぐちゃんと最終的に欲しい部分が貼れてるってなったら、こちらのね、
剥がした方にくっつけていただきます。で、この状態でこれをスルスルスルっと取ってヒュッて、はい、これでおしまいで、最終的にこれはですね、この余分な部分がいりませんよということで、あともうバッキングシートがのっついてますので、ネチネチ部分はございません。なので簡単にトリマーで、はい、このちょっとここはネチネチ部分で多少出てるんですけど、はい、大丈夫です。簡単にこんな風にカットして、最終的に使いたいサイズに、はい、こんな風にすればいいんですね。なのでですね、皆さんベルムシートをですね、こんな風に活用していく場合はですね、このアドヒーシブシートも合わせてゲットしといてくださいね、ということです。ということで、今日、反対だった、今日ご紹介したこの2つのカードはですね、ブログの方にも詳しく載せておりますし、後ほどね、このパネルをですね、はい、9月5日からのホリデーカタログでデビューするメリークリスマスとオール、そしてコーディネートしたこの台を使ってですね、クリスマスカードに仕立てようって思ってるんですよ。だってこれでもうすでにこんな風に貼ると素敵な、ちょっとゴシックな感じで素敵でしょ。なんかちょっと教会っていうのをね、彷彿させるんですよね。なのでそっから教会クリスマスっていう風に私は思ったわけなんですよ。なので例えばここにクリスマス、あ、これクリスマスじゃなくってもメリーにしとこうかな。メリーどこ、これはね、作らないんですけど、これからアイデアということで、例えばこうやってメリーってここに、スタンプしたともしますよね。で、今度、こちらのコーディネートした台で、クリスマス、あ、ちょっとこの幅がこっちじゃないとダメか。って感じで、クリスマス、メリー。ほら、こんな感じで、ちょっとおしゃれなシックなクリスマスカード、出来上がりです。簡単でしょ？ね、こちらの、フォトポリマースタンプセットメリークリスマスとオールはですね、クリスマス系の、センチメント、文字がね、いっぱい入ってるんで、お手持ちのね、通常クリスマスではない製品と組み合わせていただいても、クリスマスのカードになっちゃうんですよ。で、組み合わせるとして、結構私、これとこれ、いい感じ。と思ってんですね。フォントこそ違いますが、要するにイメージというのがステンドグラスイコール教会という形で、違和感がないんですね。ということで、今日のですね、ライブでのフライデーファビュラスは、グレースフルグラスのスイートではあるんですけれども、主にご紹介はこちらのですね、ベルームパック6インチ6インチで全部で24枚入ってます。こちらのデザイナーベルームグレースフルグラスをブレンズで着色して、うまく使うコツというのをご紹介しました。 Thanks for watching! Happy crafting!